あなたにととって優しい人人はどんななですかあなたの近くに優しい人はいますか今回のテーマは不妊治療夫婦が悩む家族や友達のこと続編テイクシックス最終回です。シリーズでお届けしています。女性にとって結婚をするということは 喜びの多い変化だけでなく環境が大きく変わるという意味ではストレスがありますがだんだんと生活に慣れることで薄らいでいきますしかし不妊治療が必要になったりすると大きなストレスを抱えることになりますまた兄弟姉妹や友達などの周りの人たちに赤ちゃんが授かりその人たちの生活も変化していきますそうなると顔を 顔を合わせた時に子供の話になったり子供の写真を見せ合ったりといたたまれない状況に悲しくなったという経験を持つ人も少なくありません人の妊娠を素直に喜べない赤ちゃんが生まれたことを祝ってあげられないとなんで自分は弱いんだどうして祝ってあげられないんだと自分を責めてしまうこともあるでしょう 赤ちゃんが欲しいいと日々辛治療に立ちち向かかってていいるわわけけでですから、決して弱いわけではありません。赤ちゃん赤ゃに会いたいと思う気持ちと現実の歯車が合わない現状を辛く悲しく思うのは当然のことですしかし私は今そういう思いでいるんだなとありのままを受け入れてその思いを否定したり悲観したりすることなく自分の心をいたわりましょう 今までシリーズで配信していた不妊妊活小宝相談のお話は松宮局ホームページのブログでも書いています動画下のタイトル右側に逆三角形のボタンがあるので押してください説明欄が出てきますのでそこに松宮局ホームページのブログや人気の漢方薬求人感能元気の商品紹介また健康食品薬券バイオリンクの 粒やドリンクの商品紹介のページのリンクを貼っていますのでよかったら見てくださいありがとうございました今日の花言葉です5月に咲く紫色の花で富士の花言葉は優しさ優しさ、優しい人ってどんな人なんだろう 優しい人あなたの近くにはいますか